はい、カボス TV ユージです。いつもご視聴、たくさんのコメント、アドバイス、本当にありがとうございます。今日はとてもいい天気です。もう梅雨明けが近いでしょうね。もうしっかりなんか夏の雰囲気になってきました、はい、今日はもう朝一からですけど、涼しいうちに一度草刈りをしようと思って、ちょっともうあの家の周り、まあちょっと補助の方も整備せないかんのやけど、ちょっと家の周りもあの短いうちに切っちゃおこうと思って、まあ、家の周りはあの結構フェンスとか障害物が多いので、まあいつもナイロンコードとかで切ってるんですけどね。先日理学の里でイベントやった時にアルプジョさんがあのナイロンコードのこれがなかなかいいですよというふうにあのこれいただいたんで、今日はこれ使っていこうと思ってます。私いつもオレゴンのやつ使ってるんですけど、あれも結構ね切れるんですけど、まあ、これもいいですよということで、こちらの方は山善さんのサメの牙、すげえな、スパッと切れるということで、今回 2.7 ミリの12メーター、価格もそんなに高くないらしくて、価格の方は私わからないんですけど、買いやすい値段らしいですということで、今日はこのナイロンコードカッターでこの家の周りのフェンスの周りとか障害物、そういうところをやっていこうと思います。どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、高評価、グッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあこのサメ牙セッティングしていきましょう。はい、今ちょっとセッティングしようと思って、今回アルプジョさんにいただいた山善のサメ牙で、こっちがオレゴン、まあ形状はねよく似たような感じですね。よく似たような形状ですね。こっちオレゴン、このオレゴンのやつは結構こう硬いよね。あの巻く時にちょっと巻きにくい感じで、結構強いんですけど、とてもいいんですけど、こっちはちょっとねしなやかな感じがしますね、うん、これがいいのか悪いのか分かりませんけど、こっちはちょっと硬い感じで、こっちちょっとしなやかな感じ、うん、まあちょっと一回これ使ってみましょう。はい、セッティングしてみました。こんな感じです。まあ見た目はあんまり変わらんけど、確かにねオレゴンよりこうしなやかな感じはするね、うん、まあこれ使ってみましょう。はい、じゃあ安全作業で頑張っていきましょう。確かになんかいい感じするな。
しなやかな感じがする。切っててもそんな感じがする。まあオレゴンはこう結構硬くて、こう歯にナイロンコードのギザギザが草にカッてこう噛むようなイメージなんやけど、これはねこうそういうんじゃなくて、やっぱこうしなやかにこう弾く感じがするね。まあまあオレゴンの方も結構いいですけど、これもなかなかいいですね。これちょっと価格が知りたい疑問ではわからんのやけど、これで価格が安ければ結構いいと思いますよ。はい、じゃあずっと上行きましょう。いや、これはいいな。これはいいわ。よう切れるし、ナイロンコードがプチプチ切れなくてね。これはいいわ。マジでいいわ。アルプジョさんが言ったけど、オレゴンより値段が安いって言ったけん。これはいいわ。まあでもあんまりいいいい言うとな、いかんけん。まあもうちょっと使ってみましょう。はい。昨日の焼酎が全部出よう。まあでも綺麗やな。よし、じゃああと反対側出ていこうか。
ちょっと水分補給しよう。あ、でも私結構ね、ナイロンコードカッターは使うのが下手で、まあ、使い方があんま上手じゃないんで、すぐこうナイロンコードがプチプチ切れたり飛んだりするんやけど、今んとこ全然やもんな。これは私の腕が上がったのか、ナイロンコードがいいのか、ちょっとそれは不明ですが、まあ私はナイロンコードが非常に苦手な作業になったということは、ナイロンコードがまあまあいいんかな。そんな感じです。じゃあちょっと水分補給しましょう。はい、ちょっと休憩しようと思って、だいぶ休憩してしもうた。いや、一回座るとなかなか起きれんな。よし、じゃああと上までやっていきましょう。はい、終わりました。いや、ちょっと元の位置戻ろうかな。はい、いや、ちょっとブトン多いな。雨降るのかな、はい、今日はナイロンコードカッターで自宅周りのフェンスとか結構石垣とか障害物のあるところを草刈りしました。で、今回はこのサメガっていうナイロンコードいただきもんですけど使ってみました。これはね、いいわ、ほんといい。いつもね、ナイロンコードの使い方が結構俺下手で、すぐプチプチ切れよったんやな。でもこれは今回一度も切れることもなく、しなやかに切っていくような感じですね。ノコギリバーなんですけど、はい、こうやって、こっちは見やすいか、こうか。こういうやつな。これは本当良かったです。アルプジョさんありがとうございます。これは良かった。で、話に聞くと、割とオレゴンとかより安いらしいんで、とてもいいです。次回からこれ買おうかな。はい。私はこれいいと思います。はい。まあ、個人的な意見ですけどね。これはどっかコメリとかで売りよんのかな。まあ、一回アマゾンで見て、まあ、アマゾンのリンク貼っときます。はい、ということで今日の草刈りはこれで終了したいと思います。で、あとこの後せっかく草買ったんで、ここにね芝桜植えようと思います。またそういうと皆さんからまたって言われるかもしれんけど、芝桜もですね、前回のイベントの時に主催者様がわざわざ持ってきていただいて、結構ねコンテナ2つ分ぐらい持ってきてくれて本当にありがとうございます。で、ここに今から植えようかと思います。はい、ということで今日の草刈りはナイロンコードカッターのサメガ、これを使って草刈りしました。長い間ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。